ゆきこさん、メッセージありがとうございます。速稼塾の久保です。いつもお世話になります。今回はですね、人生のゴールについてというね、とっても深い問題について考えてみましたね。で、この人生って何なのかなっていうのは誰しも考えることだと思うんですよ。で、私はね、人生のゴールってのは何なのかなって考えたことがやっぱり私もね、何度かあったんですけども、その前にね、やっぱこう人生ってどこまでが人生なのかなと思うわけなんですよ。で、結論としては人間っていうのは死ぬことによって人生が完成すると思うんですよね。で、死ぬまでは人生まだ未確定っていう状態です。まあ、ですんで、このね、問題になりますけども、ゴールっていうのは、生きてる間はないということですよね。通過点としてのゴールはあるかもしれません。いくこさんが言われてたように、卒業に向かって学校というものをスタートすれば、それは学校という単位が終わりますよね。一つのフェーズが終わって卒業という終わりになる、もしくは退学という終わりになるということもあります。で、学校が出たら何が始まるかというと、また新しいね、競争の世界に入っていくわけですよね。それが社会であったり、職場であったり、コミュニティであったりするわけなんですよ。ですので多くの方は日々頑張って日々成長しようとしています。でも私ね、隠居して4年ぐらいになるんですけども、私今競争してないんですよね。ずいぶん長い間してないような気がします。競争をしないということは誰とも争わないってことは、成長とか進化が必要ないっていうことになるんですよね。ですので私は意識して成長しようとか、意識して進化しようとか、意識して頑張ろうとかね、思わなくなっちゃいました。ですので誰よりももしかしたら不本意な人生を送ってるのかもしれません。まあ、しかしね、私がどう生きたいかは私一人が決めることであって、私でない人が、指示を出したりとか価値を決めるものではないんではないかなと思うんですよ。それと同じようにですね、いくこさんにも素晴らしい人生があり、誰がどう見ようと、誰がどんな評価をしようと、いくこさんの人生はいくこさん自身が主導して動かして評価して納得していく、まさに自己納得の世界ではないかなと思うんですよ。自己満足っていう言葉とちょっと違うんですけども、私はこの自己納得っていうことをね、よく使います。自己納得っていうのはこれで良かったと単純に思うことでもいいんですけども、うまくいかなかった時でも、自分の人生はこういうふうな屈辱と喜びと悔しさ、そして真面目にやったのにひどい仕打ちを受けることがあるというドラマで彩られているんだなと、なるほどなと、自分の人生をまるでね、一つの本を読むように、一つの作品を見るように客観的に見れるところっていうのも大事なんではないかなと思うんですよね。どう客観的に見ようと、どう主観的に見ようと、私たちは私だけの人生、自分だけの人生しか生きられないんですよね。人目を気にしたりとか、何か YouTube アップロードしてコメントね、嫌なの書かれたりとか、全部脇役ですよ。どんなことがあっても、どんな辛い人生であっても、その全ては自分のものになっていると思います。そして死をもって人生は完了します。ゴールを迎えます。それまでは全てがプロセス、過程の一つに過ぎないんではないかなと思います。一喜一憂することなく、そのゴールに向かって今日も生きていこうかなと思っている次第でございますね。それではですね、私の説法よりもいくこさんの動画の方が面白いと思いますので、動画説明欄からご覧ください。ありがとうございました。